皆さんこんにちは。現在では科学が非常に発達し、私たちはすでに世界がどのようにできているかについて多くを知っています。しかしまだ分かっていないことはどれくらいあるでしょうか。小さくて無垢で脆くて無防備な生まれたての赤ちゃんの姿が私たちの心の奥深くまで触れることがあります。今日はいくつかの動物のちょっと変わった誕生方法についてお話しします。カメレオンは地球上で最も神秘的で驚くべき爬虫類の一つです。彼らは体の色を森の中で目立たない緑色から怒った時には鮮やかな赤色へと変化させることができます。さらにカメレオンの2つの目はそれぞれ独立した動きをします。その視野は直径 135mm の望遠レンズと同じくらいです。しかも尾は力が信じられないほど強いので5本目の足のように使うことができます。カメレオンの最も大きな特徴の一つは舌で、その長さは約 50cm に達することがあります。通常舌の長さはカメレオン自身の体長と同じくらいなので、体の大きなカメレオンほど舌が長いということになります。でもさらに興味深いのは赤ちゃんカメレオンの誕生の方法です。妊娠したカメレオンのメスが木に登り、突然何かを葉の上に落とします。これは小さなカメレオンです。母親はまるで何もなかったかのように子供を産み落としたまま通過し、振り向くことすらしません。子供たちは自分を包んでいるカプセルを自ら破り、動き始めなければなりません。このようにカメレオンは生まれるのです。生まれたばかりのカメレオンの体長は 5cm に達します。赤ちゃんの外見はカプセルから出てくるモンスターを思わせます。ジャクソンカメレオンは爬虫類ではありますが、子供を卵ではなく完全に発達した赤ちゃんの形で出産します。カメレオンの仲間の多くの種類は地面に穴を掘ってそこに卵を産みます。そうした種のカメレオンは卵をお腹の中に抱えるのはたった 1-2ヶ月だけですが、胎生のカメレオンは半年以上の間赤ん坊をお腹に抱える必要があります。生まれたばかりの赤ちゃんの命は危険にさらされています。誕生した瞬間からカメレオンの子供たちは自分自身だけが頼りで、母親は世話をしません。しかし大人になるまで成長できるのは30匹に1匹程度です。成長の途中でカメレオンの子供たちは多くの試練に遭遇するのです。タツノオトシゴは世界中で最も謎に満ちている海の生き物です。世に子供を送り出すのは父親で、また他の生き物と進化のつながりを持っていないのです。タツノオトシゴたちは魚の仲間としては非常に珍しく、直立姿勢で泳ぎます。またその外観は非常に印象的で、馬の頭の形をしたチェスのナイトの駒に似ています。そんなことでは驚かないとお思いですか。ではタツノオトシゴが生まれる様子をご覧ください。タツノオトシゴは非常に多産な動物です。父親の体の中で稚魚たちが十分に成長すると、父親は約1000匹の子供を産みます。子供たちは腹部の穴から文字通り飛び出し、自分で泳ぎ出します。熱帯の海に生息するタツノオトシゴの繁殖の様子には興味深い行動的特徴があります。朝早くオスたちは儀式のような挨拶をします。それぞれのオスは自分の愛する妻の周りを回るのですが、その際オスの胸は暗い色に変化します。頭を少し下げ、尾が少し海底に触れた状態でオスはメスの周りで円を描きます。メスも同時にオスを追うようにくるくると回転し始めますが、その場所からは動きません。この儀式のような行為は毎朝繰り返され、朝食を共にすることで終わります。タツノオトシゴの稚魚たちは誕生後すぐに独立します。両親から何のサポートも受けられないからです。蝶は世界で最も美しい昆虫の一つだと多くの人が考えているでしょう。しかし
腸の誕生の様子はもっと興味深いものです。腸のライフサイクルは4つの段階に分けることができます。卵、幼虫、さなぎ、成虫の腸です。まず卵から出てくるのがとても貧欲な性格を持った幼虫です。これはその後の3つの段階で使うための多くの栄養素を摂取する必要があるためです。幼虫は卵から出るとすぐにその殻を食べ、そして卵が産みつけられていた葉を食べ始めます。幼虫期の全期間を通して幼虫はただただ食べ続けるので、ものすごいスピードで成長します。幼虫は腹部から白い糸を分泌し、植物に体を固定して後ろ足を引っ掛けながら空中に体を垂れ下げます。サナギの全器官が変態に費やされます。食べることだけを考えていた貧欲な幼虫から子孫を残すための成虫、腸が現れます。しかしサナギには危険から逃れたり飛び去ったりする能力がないため、サナギの器官はとても危険に対して貧弱だと言えます。だからこそ自然はサナギを上手に隠してくれます。ある種の腸のサナギを小枝や葉と見分けることは非常に困難です。変態が終了するとサナギの殻が割れて、そこから腸が現れます。初めての飛行には翼がしっかりと乾き、強く軽くなってから出かけます。腸は空を舞いながら卵を産み、共に命をつないでいくための交尾の相手を探すのです。最も珍しい繁殖方法をする生き物の一つは、おそらくスリナムヒキガエル、ピパでしょう。特に敏感な方はこの先の映像の間、目を閉じていることをお勧めします。この驚くべきヒキガエルは背中の皮膚のひだが蜂の巣を思わせる小部屋のようなものを形成します。この小部屋のそれぞれにオスが受精卵を一つずつ押し込み、卵はそこで帰ります。これにはかなりの長い時間、80から82日間かかります。その間中、母親は将来の子供たちを背中に乗せたまま生活します。しかし母親の役割はここで終わりです。それもそのはず、カエルの姿になるや否や、子供たちはできるだけ早く母親から離れていこうとします。さもなければ彼らは母親ガエルのお昼ご飯となってしまうからです。皆さんおなじみの大きなパンダ、しかしパンダは生まれるとき大人とは全く違う姿をしているということも興味深い事実です。パンダの赤ちゃんは非常に小さく、目が見えずピンク色で毛がほとんどありません。とても弱々しいのです。出生時の赤ちゃんパンダの平均体重はわずか 100g で、母親の体重の900分の1しかないのです。この体重差は哺乳類動物の中で最も大きなものです。記録がある限りでは、出生時の体重が最も軽かった赤ちゃんパンダの体重はわずか 36g、 最も重かったのは 210g です。環境保護関係者によると、野生のジャイアントパンダの数は最大2000から3000頭程度、そして約40頭が飼育されています。これはパンダがあまり繁殖を好まないという事実によるものです。長年飼育下でパンダを繁殖させようとしてきた科学者や生態学者の努力にもかかわらず、パンダの個体数を増やすことは現在に至っても簡単ではありません。しかし生徒で考案された双子の取り替えという新しい飼育方法が状況を劇的に変える可能性があります。双子の誕生後、飼育員はすぐに1匹を保育器に運びます。そしてしばらくしたら、母親パンダに気づかれぬように保育器の赤ちゃんをもう1匹の赤ちゃんと取り替えます。それでもこの方法がいつまでもうまくいくとは限りません。野生ではパンダの子供は最大2年半の間母親と一緒に暮らします。しかも彼らは身体的および心理的に母親に強く依存しています。次はナメクジの繁殖についてお話ししましょう。ナメクジは本来両性具有であり、各個体は男性と女性の生殖システムの両方を持っています。しかし子供を産むには受精が必要なので、ナメクジは嗅覚を使って相手を見つけ、興味深い光景ともいえる短い交尾ダンスの後、互いに精液を交換し合います。その後それぞれが湿った土の上に20個から30個の卵を産みます。
2、3週間後、小さなナメクジが出てきます。最初は土壌の有機残留物を食べ、1ヶ月後には成長して繁殖活動を始めます。1回の交尾の後、産卵は1ヶ月あるいはそれ以上続きます。一夏の間に1匹のナメクジは最大500個もの卵を産むことができるのです。この宇宙にはまだまだ多くの謎が隠されていますが、そのうちのいくつかは皆さんにお見せすることができます。もしこのビデオがお気に召したなら、いいねを押してチャンネル登録をしてください。ではまた次回お会いしましょう。